日本代表が着用する新ユニフォームのデザイン画像が流出して話題を集め、新たなデザインビジュアルが海外メディアによりリークされた。ブルーの炎のようなデザインが印象的な一着には海外ファンも、涼しさを感じる、非常にクールと注目している。ユニフォーム関連に特化した海外メディアフッティーヘッドラインズは、日本の新ユニフォームデザインをリーク。 ホームキットはネイビーカラーが貴重となり、前面にはブルーの炎のようなデザインが施されている。フッティーヘッドラインズによると、流出した一着は日本のファッションデザイナー山本洋二氏が手掛けるアディダスとのコラボブランド Y3 がデザイン。ブルーの炎は前面だけでなく、背面にも大胆にプリント。 歴代の代表ユニフォームとは一線を隠すような斬新なビジュアルが反響を呼んでいる。海外ファンからは、涼しさを感じる、非常にクール、第一印象ではそのデザインは気に入った、といった声が上がっていた。